今回は秩父鉄道三峰口駅で蒸気機関車が転車台で方向転換する映像をお届けします。三峰口駅で SL パレオエクスプレスの転車台での天候を見るため、 SL 到着より1本早い12時35分三峰口駅着の普通列車で三峰口へ向かいました。そして12時50分 SL パレオエクスプレスが三峰口駅に到着。蒸気機関車の天候が見れるのは SL 転車台公園。三峰口駅で乗客が降りた後、蒸気機関車が転車台のある線路に入線してきます。電車台手前でストップ。スタッフの方が運行終了後の SL の整備をしています。蒸気機関車は運行前の火入れ、運行終了後の整備にも時間がかかるんですね。石炭の燃えかすでしょうか。今なんか言うとはい、ゆっくり練習の整備が終わり、13時30分ごろ、いよいよ蒸気機関車が転車台に乗ります。さあ、いよいよ回転します。お、ちゃんと繋がった。見えてきたね。
そして転車台から降りていきます。電車台から離れていき、蒸気機関車が降りた後の電車台は再び元の向きに戻り、ホームに停車中の客車と連結するためにホームに入線します。連結完了。